皆さんこんにちは。レクセン講師弁理士の納富です。今日は2018年度の弁理士試験合格者対談ということで、私のクラスからの一発合格者である吉村さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ早速ですね、ちょっといろいろと質問していきたいと思うんですけども、はい、まず弁理士という資格は、まあ、今でこそそんなに、まあ、マイナーというか、まあ、珍しくはなくなったと思うんですけども、まあ、ただいろいろ資格ってあるじゃないですか。で、まあ、理系出身者ですよね、はい、で理系だと、まあ、法律系で、まあ、弁理士が一番近いのかもしれませんけど、まあ、数ある資格の中でその弁理士を目指そうと思ったきっかけを教えていただけますか。はい、私が、新卒で会社に入社して、でその時からずっと知財部に、いたんですけども、知財部で仕事していると社内の弁理士さんとか、あとは相談しているところの特許事務所の弁理士さんとか、そういう人たちがいて、そういう人たちと話しているとやっぱり知識量も豊富で、できる仕事っていうのもやっぱり普通の人よりははるかにレベルの高いことをやっているなという姿を見てですね、うん、でそれを見てかっこいいなと思って、うん、やってみたいなと、自分でもやってみようと思って弁理士を目指すことにしました。理系の方がその知財部に配属されるっていうのって、はい、うん、そんなにはまあないと思うんですけど、はい、配属って自分でご希望されたわけじゃないですか。そう、最初は志望してなかったんですけど、配属の面談とかでやってみるって言われて、うんうんうん、あ、いけるんならやりますっていうので。あ、そうなんですね、はい、そこでじゃあ自分の意思表示をされたんですね、はい、そうですね。で実際決まって、知財部ってどんなイメージありました？知財部実は全くイメージがなかったんですよ、うんうんうん、その、まあ、何をやってるんだろうって、うんうん、で知財についてちょっと調べたことはあったので、うん、まあ、知財の何かをやってるんだろうなということはあったんですけど、うんうんうん、でも実際入ってみるまでは分かんないなと思って、うんうんうん、まあ、まずは飛び込んでみようとなんかミステリーツアーみたいです。じゃあ入る前と入ってからと、なんかどうですか、自分が思ってたよりもきつかったとか、なんか逆になんか、うん、意外と余裕じゃんみたいなのとかありますか。なんかもう事前のイメージが、先入観がほとんどなかったので、うん、それと比べてどうっていうのはなかったんですけど、うんうんうん、でもなんかすごく地道なことをコツコツやるなと。あ、そうですよね。そうですね、だから、うん、なんかクリエイティブな感じはするんですけど、うん、そういう一面もあるんですけど、うん、やっぱり研究開発も地道にやるとかっていうのと一緒で、うんうん、やっぱりその地道さっていうのはどちらにしろ求められるなという印象ですね。私もね、なんかこの世界の人たちって、まあ、理系の方が多いじゃないですか、はい、で理系の方になんか法律系の資格なんだけど、実際仕事内容とかはやっぱ理系の方にすごい向いてるなって思うんですよね、うん、そのコツコツっていうのも、はい、研究職の方結構研究上がりの方も多いので、うん、やっぱり毎日、ね、こうルーティンで同じことをコツコツこうするっていう、そういうのが結構弁理士にもあるじゃないですか、うん、はい、うん、だからまあそういう意味でも向いてるなと思うし、うん、あと専門って何なんですか。専門生物科学やってました、大学で、うん、今会社ではそういう系じゃないですよね。今そういうのもやっています、ね、やってるんですか。あ、はい、そうなんだ、科学なんですね。科学です、うんうんうん、でなんか研究職とかに就きたいとかなかったんですか、うん、研究職、そうですね、大学やってて、うん、大学で研究やってて、うん、まあ、こっちはこれはこれで大変だなと思って、うんうん、あまり向かないかもしれないみたいな、うんうん、そういうのもあって、あ、そうなんですね、まあ、少し変えてみたいなっていうのもありました、うんうん、で入って、まあ、その知財の仕事をして、はい、自分に向いてるって思いました。思いましたね。あ、そうなんだ、よかったですね、それはね。すごく面白かったですね、うんうん、やってみて、うんうんうん、私も新卒で入ってからもずっと知財で、うん、知財畑なので、はい、他の業界同じように知らないんですけど、はい、なんかそのよそ見とかなかったですか。その部署、大きな会社だから、はい、結構そのいろんな部署あるじゃないですか、はい、なんか他の部署移動してみたいなみたいなのもなかったんですか。うん、今まではなかったんですけど、うんうん、まあ、でもいろんな、そう、自分の部署でやっていないようなこともだんだん興味は出てきているし、まあ、やってみたいなとも思ってますね。社内に弁理士さんって結構いらっしゃるんですか。はい、何人かいますね、うん、で外でも顧問とか
いらっしゃる感じですか。顧問とか、あとは、うん、継続して依頼してる事務所とかがあったりするので、そういうところですね。じゃあそこのこうちょっと間に立ってお仕事とかされることとかもありますか。はい、ありますね。だ外の弁理士さんって結構その会社にいる時ってかっこよく見えませんでした。なんか自由で、はい、なんかすごい事務所の弁理士って自由に見えません。見えますね。ですよね、はい、私もなんか会社に最初行って、で顧問の先生が10人ぐらいいたんですよ、うん、でなんかまあ様々なんですよね。衣装とかも結構やってたので、なんか衣装の先生ってすごいは、まあ、派手っていうか、はい、知ってます。結構あります。衣装の一生一人だけ会ったことはあります、ね、あります、はい、結構個性的な方多くないですか。そうです ね、 ね、はい、なんか時計とかもすごい時計してたりとかして、うん、でなんか事務所とかお邪魔するとすごいなんかこうね、眩しいぐらいのこう絵画が掲げたりとかして、うん、ですごいなんか外のね弁理士さんかっこいいなと思って、で私も会社にいる時に、まあ、弁理士始めはなろうと思ってなかったのが、だんだんこうね仕事、そんななんか高尚な私はそんななんか動機なかったんですけど、ね、なろうかなと思った一つはなんかすごく自由で、なんか自分の時間とかをなんかうまくねこう使えそうな職業だなと思ったんですけど、はい、でもまあ社内弁理士だったらあんまりそういうのないんですかね。そうです、社内弁理士はやっぱり普通の従業員ですね。まあ、そうですよね、はい、まあ、でもね、なられたらやっぱ専門性も広がるし、うん、はい、まあ、なってよかったと思いますよね。思います ね、 ね、やっぱり自分に求められる期待度っていうのが、うん、合格する前と後で全然違うような気がしてますね。あ、やっぱそうなんですか、はい、仕事の幅も広がりました。そうですね、前より、うん、多分おじっけつかなくなったと思います、何をするのでも。うん、そうなんだ、うん、結構自信持って、うん、じゃあ来たものは受けようみたいな、そういう感じになりましたね。そうなんですね、まあ、じゃあ良かったですよね、はいはい、じゃ あ、 その弁理士を目指そうと思った時に、まあ、弁理士ってまあまあ難しいじゃないですか、はい、で、まあ、弁理士のまあ資格を取るにあたって独学でやろうとか、なんかそのなんか参考書とかでやろうとか、まあ、そういう選択肢もあったと思うんですけど、はい、まあ、ただやっぱり難しいので、ただまあ初めはそういう本を買ってみてもちょっと難しいかなとか思って、うん、でも大体の方は予備校に来られるわけですよね。で予備校もまあいろいろあると思うんですけど、レックを選んだきっかけっていうか、その理由っていうのは何かありますか。はい、今の会社の同僚で、ちょうど納富先生の出身の方が、弁理士の方がいて、でその人にちょっと弁理士を目指してみようと思うっていう相談をしたら、もう納富先生ならいいからぜひ一回もう体験講座から受けてみてというので、でそれでまず行ってみて、で結局ここに決めたと。初めにちょっと付き添いで行ってましたっけ、彼一緒に付き添いで来てましたっけ、相談の時って。あ、そう、最初だけちょっと顔見してみましたね。ちょっとそうですよ ね、はい、ね、でお二人でね来られて相談、確かお二人で同僚の方、もう一人の方と一緒に来られました、ね、そうでした、そうでした、ね、はい、そうでしたよね。で相談ブースでちょっとお話ししましたよね、はい、で結構うちのクラスは相談が多くて、まあ、あんまり珍しくないので、まあ、結構クラスの中にも実は過去の合格者の、ね、同僚だったとかっていう人もいるんですけど、同僚がいるとやっぱり安心ですか。そうですね、やっぱり実際にそこで合格した人がどんな人かっていうのも分かっているので、やっぱり知らない人よりもより安心してそこに行けるかなと思います ね、 そうですね、はい、なんかその辺に逆にこうゴロゴロしてる資格じゃないじゃないですか。そうですね、はい、うん、だからよりなんかその先輩がいたりとかすると逆に安心なのかもしれないですよね、はい、うん、でも彼もすごく短期合格で割と頭のいい方だったので、もうパッとね結構受かった方だと思うんですけど、まあ、弁理士ってそんな簡単ではないじゃないですか、はい、そのね、パッと参考書見て受かるようなものではないので、うん、そうですね、なんか抵抗ってやっぱありました。そのレックに行けば本当に、まあ、その先輩がいるとはいえ、どれくらい勉強しなきゃいけないんだろうかとか、はい、本当に合格、ね、彼のようにできるんだろうかとか、そういう不安ってありますか。ありましたね、うん、まあ、全然弁理士のその、うん、難しさが、難しいのは分かるけども、どれくらい難しいのか分かんないし。そうですよね、そこなんですよね。そうですね、そう、どれくらい難しいのかっていうのがね、やっぱりなんか漠然とした不安ってあるじゃないですか、うん、はい、うん、
まあ、なのであの、ね、吉村さんのように初めにこう相談に来てくれて、まあ、そこで、ね、こう質問をあのぶつけてくれたりとか、あとはまあそのために定期的にガイダンスをしているので、うん、まあ、そういうガイダンスに来て、まあ、実際、ね、どれくらい難しいのかとか、なんかこう不安があったら、ね、お話ができる機会があれば、まあ、安心して、ね、こうスタートが切れるのかなと思いますけど、うん、はい、うん、まあ、会社にいるとでもまだ恵まれてますよね、周りに便利さんいるから。そうですよ ね彼だけじゃなくてやっぱり便利さんいますもんね、うん、はい、うん、ただ今の受験生の方ってあのそういう知財の環境にない方が割とこう転身を求めて便利士になられる方も結構いらっしゃるんですよ。でそういう時にあのなんかどういう決め手というかどういう選び方をしたらいいとかって思います、うん、そうですね、なんか情報量がちゃんと出してくれるところ、うん、予備校がいいかなと思いますね。全然弁理士の試験について教えてはくれるけど、うん、将来のことをよく教えてくれないとか、うん、そのどういうスケジュールで勉強したらいいとか、うんうんうん、そういうことを教えてくれる予備校っていうのをしっかり探して、うんうん、で勉強していくのがいいのかなと思います、うんうんうん。じゃあまあそういうちょっと話につながるのかもしれないんですけど、まあ、実際にまあ勉強をこう開始されて、うん、はい、でまあ、レックって1年合格ベーシックコースっていうのをまあ一番こう主に、ね、初めに受けていただいて、うん、でまあ吉村さんそのままね合格されましたけども、まあ、そんなに短くはないじゃないですか、はい、ベーシックコースも、うん、で入門と論基礎と短基礎っていう形でありましたけど、うん、まあ、それぞれどうでした？その感想として、まあ、私の講義も含めて、はい、でまあ、副教材とかも含めて、あのなんかこれは良かったなとか、これすごい使いましたみたいなのってあります？まずはですね、入門から論文、うん、入門からいきましょうか、はい、それ、うんうん、結構最初とっつきにくい、うんうんうん、知財部で結構特許扱っている会社なので、うんうん、特許については多少は知ってたんですけど、うんうんうん、まあ、それで特許実用新案っていうのは、うん、割とこういうコース、うん、全体構成になっているよっていうのを入門講座で、うんうん、教えてもらって、まあ分かりやすいなと思って、うんうん、で衣装商標はそれまで全然分からなかったの で会社では全然やってないんですか、衣装商標は。やってる人もいるというぐらいですね。あ、そっかそっか、あの理系ですもんね、はい、うんうん、だから、まあ、個人的にはほとんど接点がなかったので、うんうん、まあ、そういうのでも入門講座でまず分かりやすく、うんうん、優しく教えてもらえたみたいな、うんうんうん、でそこから次論文担当っていっていくと、うんうんうん、まあ、どんどんより量も増えて、うん、より細かくなっていってっていくので、うん、その順番にどんどん詳しくなっていくっていうやり方がすごく頭に定着しやすかったかなと思います、ね、まさしくねそれなんですよ、はい、あのやっぱり短期で合格する人っていうのはレックが用意したものをそのレックの意図に沿って消化できる人だと思ってて、でレックはその3回転学習法っていうのをすごいこう進めてるんですよね。でそれは入門でまずベースを作り、で論文で書き方をそこに載せて、で担当の勉強をそこでちょっと詳しくやっていくっていう、同じことなんだけどちょっとこうだんだん深くやるっていうことで法律をこう攻略していくっていうノウハウを持ってるんですよね。でやっぱりそこがきちんとできないと、あの例えば短基礎から入っても要件のね、その趣旨がわからないとなんでそんな要件があるのって話になるから、やっぱベースってすごい大事だと思うんですけど、うん、あのまあ、入門に限らずですけどね、うん、結構毎回ちゃんと出席されてたイメージがあるんですよ。休んだことあります？何回か休んでました。あります？本当？なんかもう全然休んでないイメージなんだったんですけど、でも9割以上は出てると思います ね。やっぱり入門の時にちゃんと出席をして、うん、あの消化がうまくできてれば、うん、結構その後は乗りやすくなかったですか、うん、そうですね、もう最初で流れができてしまってたので、うんうんうん、すごく後が1回ぐらい抜けても、うんうん、その時もなんとか挽回できるっていう、ベースがね、はい、大事ですよね。で論文の勉強が、まあ、あの入門のちょっとこう特日終わったぐらいから入ったじゃないですか、うん、はい、論文ってどうでした？そのイメージしてたものでした、うん、この試験の論文って。いやもう違いました。論文っぽくなかったですよ ね、うんうん、今までイメージしてたのが、うん、その学術論文だったので、うん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 、すごくもう背景から順番に
流れを説明していくっていうような論文しか知らなかったので、それに比べて全然違う論文試験だったなと、なんかビジネス文書みたいですよね、項目立てて、ね、はい、なんか書くこと決まっててみたいなね、はい、なんか形にはめていくみたいな、ね、うん、ね、ところがありますよね。それってどうでした、その理系の方ってどうなんだろう、それってやりやすいんですか。最初はすごく慣れなかったんですけど、うんうん、でも慣れてしまえば、うん、結構その一番大事な主張というか、うん、結果の部分を順番に出していくって、うん、で必要なことだけ述べていくっていうような感じで、うんうん、割とスッと入ったかなと思います。じゃあ、あまり論文に関しては苦労しなかった感じですか。うん、でも苦労はしました、ね、しましたやっぱり趣旨そうです、担当終わってからの論文の勉強っていうのがすごく辛くて、でやっぱり中上級の人だと、うん、自分が担当の勉強を始めた頃からずっと論文とかもやってて、うん、まあ ね、それに比べるとやっぱり趣旨とか、うん、そういうものが全然やっぱり知識の差が激しかったので、うん、そこをなんとか埋めるっていうのが非常に大変でしたね。うんうん、あの担当と論文とどっちが好きでした、その勉あの試験が好きというよりも、うん、その勉強としてどっちするのが好きですか。はい、勉強は論文ですね。あ、やっぱりそうですか。はい、うん、とにかく書くのが、うんうんうん、好きという好きってわけでもないですけど、うんうんうん、とにかく論文直前はよく書いてました、ね。うんうん、あのうちのクラスだとその担当の勉強って、うん、こうスケジュールとか配布するじゃないですか、はい、うん、あれってついてこれてますか。あれはかろうじてかろうじてたまに遅れるっていうぐらいの、うんうん、どれくらいの遅れでついてこれてますか。うん、1週間以内には何とか抑えるというような形ですね。うんうん、まあ、そこもちゃんとフィットして結果が出たんでしょうね、うん、多分ね。あのスケジュールを配布する意図っていうのはどの時期にどんなことをしてないと本試験間に合わないよっていうことの、まあ、目安って初学者の方は分かんないので、うん、なので私の方でこうスケジューリングしてちゃんと間に合うようにどの科目も大体こう3回転するような感じでやってるんですけど、2週間のね遅れが出るとちょっとこう苦しくなるんですよ、後ろがね。だからまあ1週間の遅れでついてこれてたっていうのは多分ねちゃんとフィットできてたんだと思いますね。あの N プロシートとかはどうでした、ちゃんと使いこなせました。あれそうですね、あのなんかすごく使いこなしてる人もいたんですけど、うんうん、いますよね、なんかすごい書き込みしてなんかねチェック入れてる人もいますよね。うん、だからあんなにうまくは使えなかったんですけど、うんうんうん、でもそれぞれの条文ごとに何が大事なのっていうのがもうパッと見てわかるっていう、だからあのすごく自分で勉強してる時もあれを目安にして確認していくっていうのに使ってたのですごく役には立ちました、うんうん、ね、担当ってね、あの過去問ね、あんまり使わずにインプットを割としてたって話でしたけど、うん、はい、やっぱりあの条文のインプットもどこをインプットして、うん、どういうね、あのやっぱり条文は平等じゃないので、どの条文はどこが重要かっていうのがやっぱり示されないと全部暗唱しなきゃいけないってことになってしまうので、はい、うん、まあ、そういうところでうまくね使えたら、うん、あの結果出ますよね。はい、うん、でそしたらですね、まあ、そんなに短くはない受験生活ですから、まあ、時にはやっぱりこうモチベーション下がったりとかスランプっていうのもあったと思うんですけど、はい、まずなんかどんな時にスランプだなと思いました。あ、まあ、なかったらなかったと思うんですけどなんか目立ったいわゆるスランプみたいな、うんうんうん、こうすごく伸び悩むみたいなスランプはなかったんですけど、うんうん、あの論文の後にしばらくやる気が起きないみたいな、そういうのはありましたね。論文の後にっていうのは論文試験が本試が終わって後日までの間、後日、まあ、それはそうですよあのね、やっぱ燃え尽き症候群ですよね。燃え尽きましたね。そう、それはありますよね。うん、でも担当と論文の間はそういう暇なかったでしょう。そうですね、あの間も忙しくて、ねね、もうとにかく燃えてるっていうような状態でした。だからそういう意味でモチベーションは、うん、結構なんだろう、あの納富先生のスケジュールに追われてて、うんうんうん、あんまり落ちる暇もなかったしそういうことなんですね。そうですね、うん、もうあれに沿ってとにかく頑張ってると、うんうん、まあ、いつの間にか本誌がやってきたという、うんうん、なんかね2月とか結構3月の頭ぐらいに、うん、もう要はあのこのコースが2月の終わりくらいに終わるじゃないですか、うん、はい、でその頃くらいから結構モチベーションが落ちるっていう人出てくるんですけど、うん、そういうのなかったですか。あんまりなくって、でもたまにやっぱりちょっと勉強するのがしんどいなっていう日はあったりしましたね。そういう時は、うん、どうしてました、まあ、少し早めに寝るとか。あ、だいたい何時ぐらいに寝る方でした、ね、うん、だいたい
2時とか3時ぐらいでしたね。私と一緒だ。私もね、睡眠時間短くていい方だったんです、はい、うん、短くていい方ですか？多分5時間ぐらいでなんとか足りてました。そういうね、細いけど、うん、多分体力あるんでしょうね。そうかもしれないです。睡眠時間がやっぱり短いとダメっていう人がよく相談に来るんですよね、うん、だけどやっぱりね、こう勉強時間を増やそうとすると睡眠時間削るしかやっぱ社会人はないので、うん、うまくね、そういうところでね、こう体力を、ね、こう回復できればいいんですけどね、うんうん、そうなんですね。じゃあ夜型だったんですね。夜型でした。その代わり朝はもう本当ギリギリっていう、うん。結構この受験生の方って朝方に切り替えて勉強される方いらっしゃったんですけど、うん、はい、周りにいませんでした、朝方の人。朝方確か同じ会社の同期がそういう朝方でしたね。ね、なんか朝するって人もいますよね、うん、私もなんか朝無理で、うん、夜はでもいくらでも起きてられたので、夜型だったんですけどね、うん、まあ、自分に合った方ですればいいですよね、はい、そこはね。じゃあスランプはまあなかったんですね。モチベーションも、モチベーションはそうですね、常に自分に言い聞かせてましたね、うんうん、できるはずっていう。そういえばなんですけど、はい、合格ナビゲートゼミを取られてました？合格は取ってないですね。うちの、クラスにチューターがいるじゃないですか、はい、うん、はい、で、あの方とお話したことあります？高橋先生、うんうんうん、ありますあります。あります、はい、ゼミも受けてました。論文ゼミ、そっちを受けてたんですよね、はい、うん、で結構そのなんだろう、彼の方の相談は、うん、内容っていうよりも割とそのなんか人生相談じゃないんですけどなんかその気分が落ちた時になんか相談受けたりとか、はい、結構逆に言うと私よりもそういう精神的な苦労を彼にかけてるんですけど、うん、なんかそういうなんか相談とかしたこともないですか、あんまり彼に。こちらからはしたことはなかったですね、うん、あ、そうなんですね。でもそのゼミ、論文ゼミを受けていて、うんうんうん、結構ゼミ生のことを気にかけてくれていて、うんうん、もう最近どうっていうのを高橋先生から聞いてくれるっていう、うんうんうん、そうですね、はい、だからすごく ね、うん、相談 もそこでできるので、うんうん、うちのクラスはね、結構そのモチベーションの維持に彼は貢献してると思ってて、うんうん、かなりね、うち大きいクラスですけど、そういう意味ではフォローがね、行き届いてますよね。そしたらですね、ちょっとズバリなんですけど、この合格できた決め手って何だったと思いますか？まずノートミ先生の教え方というか、うん、すごく基礎から順序立てて、うん、もう基礎からこう論理立ててですね、うん、要件一つとっても、うん、なんでこういう要件なのっていうところからすごく丁寧に教えてくれるので、うん、条文の成り立ちとか関係性っていうのが、うん、頭にこびりついちゃって、うん、でそれのおかげで論文とか、あと口述の試験の時まで、うん、それがすごく考え方として役に立ったなと思います、うん、担当の勉強って割とこうちょっと暗記に走って、うん、まあ、要はその趣旨とか考えずにわーっと覚えてしまったら、それでまあ運よく担当受かっても論文結構書けなかったり、聞かれてることが分からなかったりするんですよね。なのでまあ結局担当受かっても論文受からなくてまた担当からっていうことになりかねないので、まあ入門でそういうことをきちんとすべきだっていうことを一応まあ根っから考えてやってるんですけど、まあそういうところもちゃんと要はフィットしてたってことですよね。やり方はちゃんとあってできたってことですけど、理系の方なので法律って多分一般教養とかでやられたことあります？全くないですね。ゼロからだったんです。ゼロからでした。抵抗はなかったんですか、その法律をやるってことに関しての、うん、あれ最初に弁理士かっこいいっていうところからスタートしてるので、うん、そこはもうそれで突破するみたいな、そう、それで気持ちでいこうみたいな、うん、なるほどね。理系の方だとやっぱりなんか自分法律勉強したことがないのでみたいなことをね、うん、結構相談されるんですよね、うん、ってガイダンスとかで。で、まあ、ただ私は理系の方の方が物事を割とこう論理的に考えるっていうことを多分普段からされていて、うん、まあ、条文って、まあ、趣旨があって、趣旨に根付く要件があって、で趣旨を叶えるための効果って形で、はい、因果関係があるので、うん、そう、論理立てて物事を考える人の方が多分フィットするんじゃないかなと思ったんですよ、うん、はい、すごく合ってましたね。理系の方の方が、うん、だから私なんか
向いてるんじゃないかなと思ってて、暗記項目じゃないと思ってるんですよね、うん、法律って、うん、だからまあぜひですね吉村さんのようにあの、ね理系の方にね受けていただきたいなと思うんですけど、うん、あとあの周りに、まあ、こういろいろ受験生いると思うんですけども、うん、で特にうちのクラスだと、あれですよね、あの再受講組の方もいらっしゃったじゃないですか、うんはいまあ、要は1回、ね、受験したんだけど、うんでまあ、他の予備校とかでやってで2年目うちのクラスでみたいな方も結構いらっしゃったと思うんですけど、うんはい、あのその合否 の, きその決め手っていうか何だと思います、うん、その長くかかる方と、うんまあ、パッとその言いにくいことかもしれないですけど、うん、何かあります、うん、そう短期間でどれくらい集中できるかっていうのが大きいかなと思います、うんうん、なんかその1日の勉強量の意味の短期間っていうわけではなくって、うんうん、その試験勉強を始めてから最後合格するまでの1年だったら1年半の間のそこにどれだけいろんな時間を他に回してその1年半にも詰め込めるかっていう、うんうんうん、なるほどね、まあ、そうですよね、うん、だからその1年の中でもね例えばその入門の時と直前期に向かっていく時とで、うん、勉強時間ちょっと 増えたんじゃないですか直前期になるそうですねもうかなり増えましたはい。で私が思うにやっぱりその長く特に担当の勉強で長くかかる方っていうのは年間通してちょっとフラットなんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、その勉強量が、うんうん、でも担当試験って割と短期決戦的なところがあって、はいうん、あのまあさすがに一夜漬けじゃ無理だけど、うん、でもその前3ヶ月くらいですごい集中してやれば、うん、結構グッと上がるじゃないですか上がりますね、そのまま点数になりやすいので、はいだからその例えば1日もうコンスタントに1時間ずつずっと年間通してやるよりもあの初めはちょっとこうスロースタートであったりとか、うん、あるいはその社会人の方でちょっと仕事が忙しい時期があってもその直前期の、ね、こう大事な時期にこうグッと勉強時間を増やせば、うん、あの合格ってできる試験じゃないかなと思ってるんですよね、うんまあ、やっぱり直前期ってすごい勉強しました、うんしましたもう本当にあの直前期は睡眠時間もギリギリっていうぐらいでやってましたねそうですよね、はい、やっぱりそういうちょっとこう時期がある人の方がやっぱパッとねこう浮かるんじゃないかなと思いますね、はい、では、最後になりますけども、まあ、今後の目標とであとまあこれから弁理士試験にね挑戦される、皆さんへのメッセージをですねお願いしたいと思います、はい今後の目標の前に今 の,、うん、あの私の状況なんですけど、うん、合格してから本当に会社の中ですごく見る目が変わっ、うん、見る目が変わったって言ったら悪いはあれですけど、うん、すごく要求される水準が上がったなというふうに感じていてでしかもそれが勉強試験勉強してきた内容だけじゃなくって、うん、そこに関係はしてるけど出てこなかったような審査基準だったりとか、うん、裁判例だったりとか、うん、そういうところもすごくやっぱり技術者の人とか、うん、あとデザイナーさんっていうのは気にしてるなというのがあるので、うん、だからもう常に知識をこれからは最先端の状態にしていかないといけないなと思って、うんまあ、今後常に最先の知識を使ってそういう人たちにこう優しくアドバイスというか、うん、その寄り添っていけるような弁理士になろうかなと思います、うんうんうん、いいですね、はいはい、でこれから受験する方のメッセージですけども、うんうん、あのすごく弁理士試験って辛い試験 でしかも直前期とかは本当に身も心もかなり追い込まれるっていうような辛い試験ですけどもあの試験合格するとそれはそれはすごく嬉しい気分になれるので、はい、まあそうですね、そうですね、うん、自分の合格してやるぞっていう、うん、もう強い意志を毎日持ち続けて、うん、あのたとえ持てなくても自分で声に出してみて、うん、なんとか最後まで粘ってもらいたいなと思います。はい、わかりました、はい、ありがとうございました。ね、なかなか合格者の方の、ね、こう生の声って聞ける機会があまり、まあ、一般の皆さんもないと思うので今日はたくさんお話聞けてよかったなと思います。では今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。